UPS 航空6便墜落事故とは2010年9月3日にアラブ首長国連邦ドバイ発ドイツケルン行きの貨物機で発生した機内火災により全乗員2名が死亡した墜落事故である。これは UPS 航空にとって初の重大事故でもありコックピットの煙から機体を守る安全手順の再評価を促した。 六便の飛行経路2010年9月3日、UPS 航空六便は、後く14時53分に、ケルンに向けて、ドバイを離陸した。この日は、副操縦士が操縦を担当し、機長は、無線更新と、景気監視を担当した。離陸後しばらく経って三つの空調装置のうち一つが、停止したため副操縦士がリセットした。15時15分、エンジン景気。 上院警告システムのファイアメーン DKFWD というメッセージが上部アイカスディスプレイに表示されドバイの西北西120海里付近を飛行していた際にコックピット内の火災をパイロットが報告したその後間もなく緊急事態が宣言されたパイロットは減圧を行ったがすでに高度1万フィートまで降下していたため火は消えなかった さらに空調装置を切ってしまったために、貨物室で発生した煙が、コックピットに流れ込んだ。煙排出ハンドルも試したが効果はなかった。事故機のパイロットらは、バーレーンの航空交通管制下にあり、コックピットの農園が通信パネルを不明瞭にしていた。ためすぐには、バイ管制に連絡できなかった。彼らは100回入り先のカタールのドーハにダイバートするよう、打診されたが、 機長はドバイへ戻ることを決めた。農園はパイロットらにバーレーン管制へ通信を中継するために VHF を通じ付近の航空機と連絡させたが、副操重視は煙で無線機が見えなかった。事故機からの中継通信に関わった航空機にはフライドバイが運航していた3機の B737 から800とドバイロイヤルエアウィングが所有する。 王族専用機が含まれた。機長はオートパイロットを解除することを決めて手動で機体を飛行させたが、そうすると彼は昇降操作ができないことに気づいた。火の手は貨物室を覆っていた保護用の耐火性ウラジを燃やして主要な飛行管理システムを破壊し、機体を機能不全にした。15時20分には機長の酸素マスクが故障し、彼は 副操縦士に操縦を委ねた。機長は座席の後ろに収納されていた緊急予備、酸素システムを取るため離席したが、それは猛烈な煙で機能しなくなっており、彼は意識を失いコックピットの床に倒れてしまった。火災はマスクへの酸素供給を断ち、操縦席に戻り、機体を飛ばすための酸素が機長に残らない状態にしたと考えられた。副操縦士は、 空港の滑走路12リットルに着陸するよう指示された。滑走路へのアプローチには6便の高度は高すぎ、着陸装置は展開されなかった。事故機は空港の上空を通過後に急旋回した。副操縦士はシャールジャ国際空港に向きを変えようと試みたが、知らずに誤った方向へ旋回したのである。 その後間もなくの15時42分に、レーダー通信は途絶えた。事故機は、浅い角度かつ高速で、幹線道路の E611 線とアルアイン高速道路の間の無人地帯に墜落し、かろうじて、ドバイシリコンオアシスには当たらなかった。最初に、右主翼が、地面に衝突し、燃え上がる機体が、数メートル横滑りして爆発し、副操縦士を、即死させた。 他の航空管制よりも多くの発弾会の報告は、現地在住のエミレーツ航空のパイロットらから寄せられた。米国国家運輸安全委員会の支援を受け、UAE の総合民間航空局が事故の調査を開始した。バーレーン政府は独自の事故調査実施を決定したほか、UPS 航空も自ら調査団を派遣した。 フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーが現場から発見され、NTSB による分析のためアメリカ本国へ送られた。ジシアは2013年6月に最終調査報告書を発表し、8万1000個以上のリチウム電池とその他の可燃物を含んだ貨物パレットの内容物の発火点による火災が引き起こされたと指摘した。 原因不明の空調パック1の停止がコックピットへの煙の侵入をもたらした。リチウム4バッテリーは本来危険物で積載する際には申請をしなければならないが、この時は積載の申請はされていなかった。なお、減圧だけではなく消火装置を作動させても火災が消えなかった原因であるが、発火源がリチウム4電池だったため、 飛行機に搭載されていたブロモトリフルオロメタン消火剤は適していなかったことが原因とされている。調査はまた火災発生時の事故機が機能不全になったことが損害の重大性に寄与したことを明らかにした。2010年10月に連邦航空局は事故機の貨物に 大量のリチウム電池が含まれていたことを指摘した運航会社向けの安全警告を発表した。また旅客便貨物におけるリチウム電池の持ち込み制限も発令した。事故機を製造したボーイング社は操縦室での過剰な煙の蓄積を防ぐため3つの空調システムのうち少なくとも1つは作動させたままにするようパイロットらに指示すべく 747から400回型機の火災チェックリストは修正されるべきだったと公表した。この事故はコックピット内の煙の影響に関する懸念を再燃させ民間航空機に望遠フードや空気注入式ビジョンユニットを導入すべきかどうかという問題が取り上げられた。墜落事故の前後には NTSB が FAA に対し貨物機の貨物室に 自動消火システムの設置を命じるよう要請していた。UPS 航空は火災を発見した際に炎から酸素を奪うため、パイロットは貨物室を減圧し、少なくとも2万フィートの高度まで上昇すべきという FAA の規定に従った。UPS 航空は最終報告書の公表前に安全対策を自主的に開始しており、コンテナの耐火性向上だけでなく、 コックピットの酸素マスクを圧縮空気を利用して片手で装着可能なフルフェイスタイプに変更した。また、貨物機には煙の遮断とテロリスト侵入防止のために旅客機に装備されている客室と操縦室との間の鋼鉄製ドアはないことから代替手段として煙がコックピット内に侵入した場合に軽機類と視界を確保するためのエアバッグを設置した。 本件の発生から1年も経たない2011年7月には、同じくリチウム電池を積んだ、アシアナ航空の貨物機が火災で墜落するなど、その後もリチウム電池が原因の発火事故が相次いだことから、2016年1月1日発行の IATA 危険物規則書57班にて、リチウム4電池、リチウムメタル電池の空輸に関する規定が改定、厳格化され、 規定に従わない電池の空輸を拒否することになった。また、旅客便においても、国際民間航空機関が、同年4月1日付で旅客機での、リチウムイオン電池の輸送を禁止した。2018年を目途に、新たな国際輸送規格を策定する予定となっている。機内火災が原因の航空事故。ありがとうございます。